じさん、どうしておじさんはいつも一人なの？お嬢ちゃん、悪いことは言わねえ。ここは危ねえからもう帰りな。もしかしてお友達いないの？おじさんぼっちなの？うるせえ！ぼっちだったら何だってんだい。俺は好きでここに一人でいるんだよ。ガキがあんま舐めた口聞いてんじゃんって。そんなんだからおじさんは孤独なんだよ。は？本当のこと言っただけで子供相手にそんなに怒鳴るなんてみっともないよ。私はおじさんとお友達になってあげようと思って声をかけただけなのに。お嬢ちゃん、そういうことだったのかい。悪かった。おじさんバカにされたと思ってついカッとなっちまった。え、バカにはしたよ。まあそのくれどうってことないさ。ああ、おじさん優しい。まあな、大人の余裕ってやつよ。大人の余裕ある人がちょっと煽られたくらいで怒らないでしょう。寝言は寝て言うんだよ、おじさん。おい、クソガキ。え、どうしたの、おじさん。大人の本気見せたるわい。え、おらー、ガキだからって容赦するんじゃねえぞー。いやー、おじさんめっちゃ友達いたー。はい、どうも、うみです。本日も桜スクールシミュレーターやっていこうと思います。今回はセミオバーサスセミカ、どっちが強いのか検証をやっていこうと思います。はい、私ね、つい最近もね、セミカとセミオとね戦ったんですけども、今回はこの2人を戦わせてみようかなって思います。いやー、2人ともね、すっごい今も鍛えてるから互角ぐらいやり合えるんじゃないかなってすごい期待してるんですけども、じゃあとりあえずこのセミカちゃんを中に、あー、ごめん、そうだ、はい、で、中に入れて可愛いな、お姫様抱っこされてるセミカちゃん。はい、で、ほいとやばい、距離近い、もう殴られてるよ。で、この状態で、あれだよね、どっちかが先に攻撃を仕掛けてあげなきゃいけないから、マジックを使おうかな。じゃあマジックこのマジックも確か攻撃判定にはなるから、これをセミカちゃんにやらせる。近くのこれだ、これで当たるかな。あ、当たない。じゃあちょっと向きを同じ向き、痛い、自分に当たった。あ、これで当たるんじゃない。当たった、はい、いけ。これでやり合うんじゃないかな、もしかしたら。あ、いいよ始まった。一瞬何か見つめ合ってたけど謎の見つめ合い時間があったいいよ、やり合ってる。あ、でもセミカちゃんのがめっちゃ体力の減りが早い。あれだったんですよ、確かセミオがの方が100ぐらい体力が多かったんですよね。いや、でもいい感じにはやり合えてる結構飛ぶ。いやー、これはいい勝負だよ。いや、やっぱセミオの蹴りは結構重いね、めっちゃ飛んでる。あ、やばい、この会場から飛び出そうな勢いのあるキックですね。いや、強い。いや、やっぱこれはセミオが優勢。セミカが出ちゃったはい、もうこれはセミオの勝ちですね。はい、セミオの勝ちなんですけども、ちょっとね、やられるまでやり合ってもらいましょう最悪なこと言ってるいや、いいよ、面白いな、これ観戦するのもあ、でもいい感じにセミオもまだ半分は減ってないのか。わ、強えな、セミオ。セミカちゃん頑張れ同じ女として応援する私は。頑張れあ、でもあのセミオがウフウフってね食らってるよ。頑張れセミカちゃんの食らった時の声面白くない？なんかえやってなんか人間らしからぬ声が聞こえるんだけど何、セミオ今こっち見てたでしょ。あー、でもやばい、セミカちゃんやられる。あ、これは終わるかも。頑張れ。あ、でもセミオもあとちょっとだ。あ、すげえ、互角にやり合ってるよ、なかなか。うわー、頑張った、すごい。もうこれはどっちが勝ってもすごいいい勝負だったよいや、あとちょっとなのにセミカちゃんがめちゃくちゃ持ちこたえてる強い、やばい、今のは聞いた。あ、まずいぞ、これは。あ、やられた、 KO セミカちゃんちょっとじゃあ中に入ろう。あー、
いやよく頑張ったよセミカちゃん、君はよく頑張った、やめて勝った勝利のセリフがやめてセミをそうなのいや待って、格好がやばいやばいやばい、ちょっとね、じゃあ安らかにお眠りしていただきましょう。いや本当ありがとう、私のねこんなわがままに付き合ってくれて、じゃあここではいおやすみいやもうありがとう、いやすごい面白かった、こんな風になるのか、ってか強いなセミオ、やっぱ君強いわ、勝者王者だわ。